こんにちは、まおです。はい、ちょっと今回動画の入りが定まってなくて、なんかめっちゃ突然話し出すんですけど、私YouTube を始めるもっともっと前から Instagram の方でストーリーで質問ボックスというのを作って、フォロワーの方から質問をいただいて、それになんか私が回答させていただくっていう機会をたまにね設けているんですけど、そこですごくもう上位に食い込むぐらい多い質問っていうのが甲についてなんですね。例えば甲の出る筋トレやストレッチはありませんかだとか、甲がなくてもう悩んでいますっていうね、お悩みだったりとかね、本当によくいただきます。ただね、すごいね、申し訳ないんですけど、私も本当に甲がないんですよ。なんかなんなら友達とかで全然バレエやってないのに私よりめっちゃ綺麗な足してる子とかいるぐらい、もう私の足ほんまにペラペラで、なんかこう甲のね、こう高さもなければ、扁平足でアーチもないから、なんか何の突起もね、まっぺらみたいななんかバレエに向いてない足はこれのお手本みたいなそういうぐらい本当ね、甲がないんですね。なのでこうちっちゃい時から結構悩んでて、もうほんとね、落ちてたら拾ってつけたいぐらいで、結構真剣に甲にシリコン入れる整形ってないんかなってググったことあるぐらい、まあそのぐらいね、すごい悩んでいるんですね。で、まあこの気持ち分かってくださる方もね、多分おられると思うんですけど、まあ甲っていうのは結構もう生まれ持ったものというか、こうもう生まれてきてからこうなんか突然変にボンって出るもんではね、ないと思います。ただ努力次第でちょっとだけこう見せ方を変えることができるというか、甲の高さっていうか、このね、こういうなんかなんていうか、この伸ばし方によってちょっとだけ甲が出ているように見えるみたいなっていう風なね、このアプローチはできると私は思います。なのでなんかそういう意味も込めて、私はそういう甲がないっていう質問に対して、足首の可動域を広げるということと、あともう一つは足裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすという、この2点を中心に質問にね、回答させていただいていました。でここからがちょっと今日の本題なんですけど、すごいね、私ね、重大な事実に気がつきました。私めちゃくちゃ偉そうに足の裏の筋肉使ってつま先伸ばすっていうことをね言ってたんですけど、私自身できてませんでした。というのも、以前こちらの動画で新感覚次世代バレーシューズということで、今話題の MDM のトレーニングシューズ、まあ、バレーシューズというのを紹介させていただいたんですけど、私はこのシューズに出会ってからめちゃくちゃ勝手に、誰にも頼まれてないのに、ある検証をやっていました。それまでやっていたこうなんかセラバンド使ったりとかして行う足裏の筋トレというのを全てやめて、このね、MDM のシューズだけでどれだけ足の裏が鍛えられるかというものなんですけど、なんとなんと、この MDM のシューズを履いてトレーニングし始めて約1ヶ月半ぐらい経つんですけど、最近足の裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすっていう感覚が分かったんですよ。今までももちろん足の裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすっていう動きはやっていたんですけど、なんかそれとはまた違う、本当にうわ、今めちゃくちゃ足の裏の筋肉使ってるみたいな感覚が初めて分かったんですね。まあ、今更っていう感じではあるんですけど、今回はその私が掴んだ足の裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすという感覚についてちょっと皆様にお伝えしたいなっていうふうに思います。それではレッツゴー。はい、ちょっと汚い足で申し訳ないんですけど、今からまず初めに私が前にやっていたつま先の伸ばし方というのからやっていきたいと思います。こんな感じで、今新しく掴んだやり方というのがこうです。前がこうで、今がこう、こうとこうね。ちょっとこのアキレスの部分とふくらはぎの部分に注目してみてください。前がこう、今がこう、前がこう、こうね、今がこのアキレスの部分とこのふくらはぎの部分なんですけど、前やってたやり方やったらすごいアキレスもめっちゃ力入ってて、もう出てますよね、すごい。
で、ふくらはぎもこうパンパンもなんか全然掴めない、もう力入ってるっていう感じで、今新しく掴んだやり方っていうのはこうなんですけど、もうアキレスも全然これとこれとは全然違うよね。しこのふくらはぎももうほんとぷにょ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 っていうか全然力入ってない状態で、この全部この足の裏の筋肉でこうつま先を伸ばしているという感覚です。はい、ちょっとお見苦しい足をお見せしてしまい申し訳ありませんでした。ちょっとね、伝わりにくかったかもしれないんですけど、一番私的に近いなと思う感覚は足の裏がつった時の感覚でした。なんか私だけじゃないかもしれないんですけど、私なんか自由自在に足の裏つらすことができるんですよ。なんかキュッて、なんか親指をこうなんかクッてこうなんかこう親指になんかテンションをかけてこうつま先を伸ばすみたいなことをしたら、足の裏っていうかこう土まずら辺がキュッてつるんですけど、なんかその感覚にすごい似てるなっていうふうに思いました。って言ってもなんか全然伝わらないですよねこれじゃ。ちょっとね、近い感覚をお伝えできたらいいんですけど、なんか私が今までやっていたつま先の伸ばし方は、多分皆様が一般的にねやられているつま先の伸ばし方っていうのは結構こうアキレスが縮むことによってつま先が伸びるみたいな感覚だと思うんですけど、ちょっと発想の転換というか、一旦アキレスとふくらはぎのことを忘れて、足裏の筋肉って頭で考えながらちょっとね伸ばすようにしてみてください。でその時に多分最初はこの足首のこういう動きができないと思うんですよ、うまいこと。これね、この部分は伸びなくてもいいので、とにかくこの足裏の筋肉を使って伸ばす。でその時に指でこうちょっとアーチを描くようにしてこうキュッて伸ばすっていうようになんかしてみたらちょっとできるかなっていうふうに思います。本当ね、なんかちょっとうまく伝えられなくて申し訳ないんですけど、なんか普通に伸ばす時って結構足裏全体でこうアーチを描くというか、こうね、こう足があったとしたらここアキレスね、こういう感じでなんか全体でこうアーチを描くようにして伸ばすみたいなイメージがあると思うんですけど、そうじゃなくってなんかちょっとそれとは違って、なんかこの足裏の筋肉使うっていう時にこう土踏まずはこうグッとこう上にキュッて上がる感覚が私はあります。なんかこう全部でこうやるんじゃなくて、土踏まずクッと上に上がって、でなんかその土踏まずより上のこのまあ指ら辺、この指ら辺でこういう風にアーチを描いて伸ばすみたいな、そんなね感覚が私はあります。でなぜ私がもう何年も何年も前から足裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすといいよって言ってきたかと言いますと、私がもう一つ言ってたのが足首の可動域を広げるということだったんですけど、なんかこう足首の可動域だけじゃやっぱ誰にでもね限界があるじゃないですか。こうねもう伸ばせないというポイントがあると思います。でもこう足首としては限界やけど、もっともっともっとつま先を伸ばしたいってなった時に、あと使えるのはここのね部分だけだと思うんですね。でもちろんなんかこっちのね表面の部分というかこの表の部分は使えないので、そうなると足裏の筋肉を使ってグッとねこうアーチを作るしかないと私は思ったので、足裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすといいよっていう風に言っていました。もちろん私が今まで伸ばしていたつま先の伸ばし方は、多分皆様がやられているつま先の伸ばし方でもこう足裏の筋肉は使ってると思います。ただなんか私の感覚としてちょっとこの伸ばした時にもうアキレスに限界が来てしまって、なんかもっともっと伸びそうやのにアキレスが邪魔して伸びひんみたいな感覚になっていたんですね。でも今そのアキレスの力を使わなくて良くなったので、なんかね今まだちょっと研究途中というかまだちゃんとできていないので、これからねやっていかなきゃいけないんですけど、もっともっとこうつま先がね伸びる範囲っていうのが広がったんじゃないかなっていうふうに思います。でアキレスやふくらはぎの力を使わないことによってアキレス腱を防ぐこともできるし、あとふくらはぎの肥大化やふくらはぎのね疲労というのも抑えることができると思います。なので私もまだまだこれからちょっとやっていかなきゃいけないんですけど、ちょっとね皆様もその足裏を使ってやる感覚っていうのがね掴めたら可動域の幅もねもっと広がるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということで今回は私が新たに掴んだ
足裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすという感覚についてちょっと分かりにくかったと思うんですけど、お伝えさせていただきました。私がこの感覚をつかめるようになったきっかけというのが MDM のバレーシューズだったんですけど、なんか私が今までやっていたこう足裏の筋トレ、なんかセラバンド使ったりとかっていうのとちょっとなんか観点が違ったかなっていうふうに思いました。なんかそのもちろんセラバンドを使ってこうやって足首とかこう足裏鍛えるっていうのはもちろんいいと思うんですけど、その足裏の筋肉を使ってつま先を伸ばすという部分だけを考えた場合はちょっとね、なんか違ったかなっていうふうに思いました。以前私が MDM のバレーシューズについて紹介させていただいた後、たくさんの方から MDM のフィッティング会行きましただとか MDM のバレーシューズ無事購入できましたっていうご連絡をいただきました。ありがとうございます。私も MDM のバレーシューズでこう足裏鍛えたいなという思いでもちろんね、バレーショップシェリーさんに行かせていただいたんですけど、でもまさかこんななんか新しい筋肉が呼び起こされるというか、新たなそんな発見があるっていうふうには思っていなかったので、本当ね、なんか良かったなっていうふうに思います。もちろんまだ MDM のバレーシューズをねゲットされてない方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、まあちょっと私のね伝え方に問題があったのでちょっと大丈夫かなっていう気持ちはあるんですけど、まあ私と同じようにちょっと効果なくて悩んでいる方の参考になれば嬉しいなというふうに思います。ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が参考になったなって思ってくださった方はぜひグッドボタンと、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。